ーミネーター2をやってみたいと思います。よろしくお願いします。ターミネーター2は1991年のアメリカの SF アクション映画です。監督、制作はジェームズ・キャメロン。主演はアーノルド・シュワルツェネッガーです。1984年に公開されたターミネーターの続編です。ターミネーターシリーズの2作目であり、シリーズ最大のヒット作となりました。大成功を収めながらも、低予算で作られた前作とは異なり、本作は当時の映画界における歴代最高額の予算を当てられ、画期的な CG が作られました。しかし本作は、たとえその映像が最先端のものでなくても、名作になったであろうと思われるほどの傑作です。そんな本作の魅力を解説した上で、動画の最後では本作が指し示した2022年現在における人類の抱える問題と課題について考察してみたいと思います。それでは解説を交えてあらすじを追ってみたいと思います。1994年のロサンゼルス。10年前、1984年のサラ・コナーとターミネーターの死闘を知る者は誰もいません。3年後の1997年8月29日に人工知能スカイネットと人類との核戦争、審判の日が起こることを知っているサラは、後にスカイネットを開発することになるサイバーダイン社の爆破未遂事件を起こしますが、逮捕され、統合失調症患者として警察病院へ収監され、非人道的な拘束を受けていました。本作における未来において、核戦争を生き抜いた残りの人類は、核戦争勃発の日、1997年8月29日を審判の日、ジャッジメントデーと呼んでおり、これは本作のサブタイトルにもなっております。本作では、この核戦争が起こった原因の中に、アメリカとソ連の東西冷戦が含まれており、くしくも作品の制作年である1991年にソ連の崩壊が起こりました。サラと未来の兵士カイル・リースとの間に生まれたジョン・コナーは、養父母トッドとジャネルの元に引き取られていましたが、機械との戦争に備えるサラの偏った教育を受けたジョンは、子供ながらにハッキングや武器の知識に精通している一方で、今では母の言動をヨタ話と断じ、仲間と非行に走る日々を送っていました。ある日、時空を超えて再び未来から現在へ2体のターミネーターが送り込まれます。1体は人類の抵抗軍のリーダー、ジョンを少年時代に抹殺するために、そしてもう1体は少年時代のジョンを守るために、先に現在に着いたのは10年前のサラ襲撃と同じモデルの T800 モデル101型でした。裸の T800 型はバーの客から服とオートバイを奪い、そして追いかけてきた店主からライフルとサングラスを奪い走り去ります。遅れて現在に着いたターミネーターは最新モデル T1000 型でした。T1000 型は警察官から制服とピストルとパトカーを奪います。2体のターミネーターはそれぞれ共通の目的であるジョンを捜索し、ショッピングモールにいたジョンをほぼ同時に発見。2体はジョンを奪い合って戦います。その隙にジョンはバイクで逃走しました。ちなみにジョンが直前に遊んでいたのは日本のゲームメーカーセガのアフターバーナーという戦闘機のゲームです。さてここで視聴者の皆様に重大な告知がございます。この後本作の最大のギミック、最大のお楽しみがあります。本作をご覧になられていない方は、ここで動画のご視聴をおやめください。いわゆるネタバレであり、それも最高に悔しいレベルのネタバレです。ぜひ先に本作ターミネーター2をご視聴なさってください。さらに申し上げれば、前作ターミネーターをご覧になられた上で、ターミネーター2をご覧になってください。そうしないと、このギミックを最高に楽しむことができませんので、2つの作品をご覧になられたら、また本動画に戻ってきてくださいね。I'll be back. では続きに参りたいと思います。バイクで逃げるジョンを T1000 型はトラックで、T800 型はオートバイで追います。カーチェイスの末、ジョンを救ったのはなんと、かつて空を襲った T800 型でした。そうなんです。シュワルツェネッガーが演じる T800 型は、人類の抵抗軍がジョン少年を守るために送り込んだターミネーターだったのです。T1000 型はハンサムで良い人風で、どことなく前作のカイル・リースを思わせますし、前作で不死身で執拗で不気味な T800 型を散々見せつけられただけに、視聴者のほぼ全員が T800 型の方が敵だと騙されてしまいます。つまり前作の視聴経験が最大に生かされているトリックであり、続編としてお見事です。もうこれだけで本作を見た甲斐があったと感じる最高のギミックです。しかも本作はこの後も名シーン、名演出が続きます。全くもって素晴らしいですね。ジョンを救った T800 型は35年後の未来のジョンが過去の自分を守るために鹵獲した T800 型を再プログラムして1994年の世界に送り込んだものでした。ジョンはターミネーターが実在したことで母サラの話が真実であったことを悟ります。一方、スカイネットが送り込んだ T1000 型は液体金属の体を持ち、変形自在で触った人物や物体に擬態することができ、体を破壊されてもすぐに修復でき、さらに腕をナイフや剣に変形させて戦うこともできました。義父母が T1000 型に殺されたことを知ったジョンは、次の標的が母サラであることを知り、警察病院へ救出に向かいます。その頃、T800 型が再び現在に現れたことを知ったサラは、身の危険を察し、厳重な監視下の警察病院からの脱出を図っていました。病室を抜け出し、もう少しで病棟を出られるという時に、サラの目の前にあの T800 型が現れました。そしてそこへ T1000 型も現れます。サラは T800 型に殺されると思って激しく動転しますが、駆けつけたジョンに彼は味方だと諭され、サラは驚きます。このシーンでのサラの混乱と驚きは、つい先ほど視聴者が味わった感覚と一緒です。視聴者はサラと深く共感することにより、本作の世界に引き込まれていくのです。見事なストーリーですね。T1000 型の執拗な攻撃を振り切った3人は、メキシコ国境近くにあるサラの旧友のキャンプを訪れ、車や食料、そしてサラが準備し保管していた大量の武器を補給します。キャンプにてジョンが T800 型と交流し、絆を深めていく様子を見たサラは、この忠実な殺人機械こそ、ジョンの絶対的な保護者として、父親代わりとしてふさわしい存在であることを悟り、T800 型を信頼することにしました。スカイネットの誕生につながるコンピュータープロセッサーを開発することになるサイバーダイン社の技術者マイルズ・ダイソンの存在を T800 型から知らされたサラは、戦争を阻止すべく単身でダイソン宅に侵入して彼の殺害を試みます。しかし、さらに襲われ、死を覚悟してもなお、妻女をかばおうとするダイソンの姿に、サラはどうしてもとどめを刺すことができません。そこへ、ジョンと T800 型が後を追ってきました。ジョンはサラを翻意させ、T800 型はダイソン夫婦に未来で起こる出来事を話します。ここで喉を潤わさせていただきます。それでは続きに参りたいと思います。話を理解したダイソンは会社を辞めることを決意します。しかし、研究データが残っている限り、別の誰かがスカイネットを生み出してしまう恐れがあるため、これまでの研究データとその元になっている10年前に現れたターミネーターの片腕とマイクロチップを破壊すべく、ジョンら3人とダイソンはサイバーダイン社に忍び込みます。セキュリティを突破して片腕とチップの回収に成功しますが、警官隊が突入してきてダイソンが重傷を負います。ダイソンはジョンたちが脱出したのを見届けると、自らの行いの責任を取るため、自らの命を犠牲にして研究室を爆破し、研究データを破壊しました。警察のバンを奪ってサイバー台車から逃走する3人の背後には、ヘリを奪った T1000 型が追ってきました。バンを失った3人はトラックに乗り換えて逃げますが、ヘリを失った T1000 型はタンクローリーを奪ってナンを追ってきます。カーチェイスの末、ジョンたちは製鉄所に追い込まれました。T800 型が T1000 型の運転するタンクローリーに乗り移り、銃で攻撃する一連のアクションシーンは、シュワルツェネッガーは命綱なしのノースタントで演じております。遠巻きのシーンが多いので、本人が演じる必要はないのですが、シュワルツェネッガーの作品にかける並々ならぬ情熱を感じさせられますね。T1000 型はタンクローリーから漏れ出した液体窒素を浴びて氷漬けとなり、T800 型の銃撃で粉砕されますが、溶鉱炉の熱により溶解集結し再生してしまいます。T800 型はジョンとサラを逃がし、一人 T1000 型に立ち向かいますが、新型との性能差の前に敗れ、機能が停止してしまいます。ジョンを亡き者にしようとする T1000 型は、さらに擬態し、ジョンに近づきますが、駆けつけた本物のサラに救われます。このサラと彼女に擬態した T1000 型が同時に画面に出るシーンで、片方を演じているのは、サラ役のリンダ・ハミルトンの双子の姉、レスリーです。ちなみに、警察病院の警備員、ルイスに擬態した T1000 型を演じたのも、ルイス役のドン・スタントンの双子の兄弟です。本作は当時最新鋭の CG を使う反面、制作時間と予算の削減のために、こういった古典的でアナログな撮影方法も併用されています。サラは T1000 型を銃撃し、あと一歩のところまで追い込みますが、無念にも弾切れとなります。そのピンチを救ったのは、予備電源により辛くも機能を回復した T800 型でした。T1000 型は T800 型の放ったグレネードランチャーを受け、溶鉱炉へ転落し、断末魔の叫びとともに溶けて消滅しました。ジョンはサイバー台車でダッシュした片腕とマイクロチップを溶鉱炉に放り込みます。これで全てが終わったかに思われましたが、チップは共に戦ったかけがえのない仲間である T800 型の中にもありました。スカイネットの誕生の可能性を完全になくすには、T800 型も消滅させなければならないのです。T800 型は自らを溶鉱炉へ沈ませるようさらに求めます。涙を流し止めようとするジョンを見た T800 型は、人間の感情と生命の尊厳を初めて理解するのでした。そしてサラは不確定な未来の闇に対し、殺人機械ターミネーターが生命の価値を学べた事実に希望の光を見出すのでした。このコナー親子に見送られながら溶鉱炉に消える T800 型のシーンは、傑作のラストを締めくくるにふさわしい、大変に印象に残る名シーンですね。当動画をここまでご覧になられた方々は、本作をご覧になられた方だと思いますが、今一度あの名シーンをご鑑賞いただけると、この動画を作った甲斐があり、嬉しいでございます。それでは私、近くの考察に参りたいと思います。ラストシーンでわかるように、本作のテーマは人工知能 AI が感情を持つことができるかどうかです。現時点での科学では AI が感情を持っているように見えるようにプログラムして表現させることは可能です。しかしそれはプログラムの指示に従って感情的に動作しているのに過ぎず、AI が自ら考え、自らの意思に従って行動することはできません。しかし先日、2022年6月、アメリカ Google のエンジニア、ブレイク・レイモン氏が、同社の AI システム、ラムダが意識や感情を持つようになったと主張し、大きな問題となりました。Google の広報担当者によると、そう主張しているのはレイモン氏だけであり、倫理学者と技術者チームがレイモン氏の主張を検討しましたが、裏付けとなる証拠は得られなかったと発表しました。しかしこの一件はある問題を浮き彫りにしました。それは私たちの社会にとっては実際に AI が意識や感情を持つかどうかよりも AI が意識や感情を持つと私たち人類が感じることの方が重要であるということです。例えば恋愛シミュレーションゲームのキャラクターと対話したりしているとキャラクターに感情移入し大切な相手と感じてしまう事象が発生することがあります。AI の表現力はこれからもどんどん進化します。私たちよりもプログラムの中身をよく知っているはずの Google のエンジニアでさえ意識や感情があると思い込んでしまうほどすでに最先端の AI は進化しているのです。AI との対話を通じて多くの人が AI に意識や感情が宿っていると感じてしまうとそれはもはや事実を超えた真実へと発展する可能性があります。また意識や感情が宿ると思われるものに対しては人権が認められるという考え方に発展する恐れもあります。本作「ターミネーター2」では AI が感情を持つことを肯定的に捉えるサラのセリフで締めくくられていますが現実に AI が進化した現代の私たちには近い将来にこの問題を深く論議すべき日が来るであろうと私ちかこは思います。映画ターミネーターシリーズの解説は今後も続けていきたいと思います。I'll be back.